です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、皆さん梅雨にもね、もう入りましたけど、いや本当ですよ、6月、はい、もう雨が多い時期ですね。皆さん大丈夫ですか？傘壊れてないですかね？うん、そうかそうか、うん、そうかそうか、みんな洗濯物には気をつけるんやで。やであのですね、梅雨がね、はい、始まった中ですけども、はい、あの今月6月24日はですね、私たちがサンミューがね、はい、フリーライブを開催する予定。そう、予定なんです。予定なんですけど、予定ということはですね、あの皆さん企画が、私たち今多分知ってる方も見てくれてると思うんですけども、はい、でサンミューのあのツイッターの方に、はい、フリーライブを開催します、あのソールドアウトを目指して、はい、公演のソールドアウトを目指して、あのフリーライブをしますっていうツイートがあるので、 そのツイートを3000リツイート達成しないと、この24日 の、はい、あのフリーライブは開催できないというミッションが、ね、あるので、皆さん、ぜひ協力していただきたいなと思います。お願いします。あとですね、下のこの、あのじゃあパソコンの方からまず呼びかけますね、はい、パソコンの皆さん、わちゃつを見てくれてる皆さん、あのですね、放送ページの下に番組情報が、はい、多分出てると出てるというか、下に降りていくと書いてあるんですけど、はい、その中にあのリンクが、多分リツイートのリンクが ね出てると思うので、そこを押していただくと、はい、すぐにそのリツイ、あのツイートに飛べて、はい、皆さんリツイート、もう267名様は来てくれてるんですね。 ありがとうございます。じゃあもう皆さんやってください。ぜひお願いします。そしてスマートフォンとかで、あの、はい、見てくださってるわちゃつーの視聴者さん、あのですね、皆さんはですね、上にですね、あの番組情報っていうやつがあるんですけど、はい、そこを押していただくと、そこにリツイートのリンク、はい、URL かな、 URL が、 URL が貼ってあるので、そちらの方もぜひね、ポチッとしてポチポチってやったらもできますので、ポチポチポチ、はい、皆さん初めてね、うん、あれですよ、フリーライブだから初めてサンミューを 見るよって方とかもね、はい、なんかお気軽に来れちゃう、はい、しかもやっぱりね、ソールドアウト目指してるっていう企画なんですけど、やっぱりより一日でも多く皆さんと会いたいので、うん、そうだな、フリーライブは絶対したいと思います。本当に皆さん、定期ライブもぜひ皆さん遊びに来てください、はい、ということでですね、あれですね、初めからね、はい、すいませんね、告知がギュギュッとあったんですけども、ね、あれですね、あのわちゃつそろそろ始めましょうかねと思うんですけど、おーおー、はるるが21歳になったということで、そうなんですよ、あのこう、こう、あ、見てる人こうやな、はい、こう、はい、あのあれですよ、今から弾幕ね、いつもの弾幕したいんですけど、皆さん、はい、あの今日も特別バージョンでいきたいと思います。皆さん、あれですよ、私がせーのって言ったら、みんなでコメントでわちゃつーって流してください。お願いします。はい、準備はいいですか皆さん。いきますよ、いきますよ、ちゃんと聞いといてよ、分かった、ちゃんと聞いといてよ、ちゃんとな、うん、季節は梅雨入り、梅雨だくはギュドン、はるるんハッピーバースデー梅雨、気づいた、うん、季節は梅雨入り、梅雨だくは牛丼、ハルルハッピーバースデー梅雨、イエーイということで、一つ目のコーナーに行きたいと思います。芸能デスクのエンタメ一週間、芸能デスクのエンタメ1週間なんですけども、はい、毎週私たちが芸能デスクとなって1週間のエンタメ情報をお伝えしていきたいと思います、はい、ということで、先週の木曜日から昨日までのニュースですね、はい、いきましょうか。そうですね、いきましょう。それでは早速私からちょっとメガネをかけて、装着、はい、いきますよ、はい、じゃあフリップ出してね。はい、出します。いきます。秋元さやかピスタチオの白目芸でお受け。女優の秋元さやかさんがお笑いコンビ藤原ピスタチオがメントスフレッシュスカイダイブオープニングイベントに出席。この日ステージ上では一発ギャグ対決が行われ、秋元さんがピスタチオの白目芸に挑戦した。その完成度の高さと変顔の具合に、藤原の藤本さんは目が大きいから白目が際立つと一番受けた、と絶賛していた。そうですね、なるほど。ピスタチオさん、あ、これ今で映像出てたと思うんですけど、わー、すげー、
これ知ってますか、ピスタチオさん。知ってますよ、今をときめく。そうですよ、ピスタチオさん。私たちね、あの、うん、わちゃつで、はい、前にもピスタチオさんのニュース読ませてもらったんですけど、はいはい、あのレイチャムで、うん、これね、あの白目のやつやってみようっていうやつやって、はい、2人ともできなかったんですよ。おお、ちょっと見せて。はいよ、はい、こうやってさ、このなんとかですって、こう、そう、なんかです、なんかこのタイミングと白目とタイミングが、うん、あの絶妙で、そう、ね、めっちゃ難しいですけど、はい、ハルルンのそのクリクリお目目だと、はい、このね、秋元才加さんも目が大きいから白目が見やすいっていうのがね、際立ったんですね、際立ったっていうのがあって、三遊のクリクリお目目のハルちゃん一回やってみます。そんな振りを受けて立ちます。本当ですか。本当ですか。うん、目まで純白にしていただいて。うん、分かった、本気のやつすんで。眼鏡外してもいいよ。ほんま、その代わりおしゃれとかやめてください。本気やん。じゃあハルルン自己紹介みたいな感じで、じゃあなんとかですみたいな。いきます、はい、山内はるかです、21歳になりましたんです。え、できてたこれ。あれ、これほんまにできてた。できてた。ちょっとハルナコピクって動く無理やから白目だけにしていい、okay、なりましたんです。ちょっと待って、結構ガチでヤバいやつやねんけど。そう、いや大丈夫やった。大丈夫。ちょでもみんな、うん、なんか違うけど、あ、結構いってたね今。そう、やばいな、結構白目やったね。スクショしたってむっちゃあんねんけど。ああ、もうこれでハルルの白目はもう一回。え、もう一回めっちゃサービスするやん自分。いや、21歳になったからサービスしていこう。そうか、うん、よろしくお願いします。あ、なんかちょっと下手。そんな厳しい自分に。うん、できた、多分今のできましたよ。できた、はい、ちゃんとやった、2回目いけてたかな。やり直し多分できてるはず。あ、いや、あ、大丈夫。ほんまにこれマネージャー OK ですか。見てた。はい、それだけ大丈夫ということでいいんですかね。あー、大丈夫、もういいや、もういい永久保存らしいですよ。やばい。はい、ってことですね、はい、皆さん意外とね、このタイミングと白目が難しいんですよ。そうね、難しいわ。じゃあ皆さんも自分の自己紹介しながら一回やってみてください。はい、ということで、じゃあ続いてのニュースいきますか。はい、次いきます。はい、アナスイ夏に映える50色の新ネイルカラー発売。人気ブランドアナスイコスメティックスから新コレクション、はい、2015ビーチコレクションベルズリングが登場しました、はい、全50色のネイルカラーと全6色のネイルアートペンで夏の指先をおしゃれに演出する、はい、指先から始まるストーリーをコンセプトに、新しいアナスイネイルカラーは豊富なカラーバリエーションとテクスチャーが特徴、うん、ジュエリーのようなグリッターネイルをはじめ、まるでアイスのような甘めカラーのネイル、ファイバーが入った軽やかでエアリーなネイルなど、さまざまな質感が楽しめる。はい、ということで、これね、かわいいよね、アナスイって。めっちゃかわいいね、さっきもな、これ見た瞬間にな、ん、思い出してん、春は。そう、あれ、セニャンからね、ね、ハルルン、はい、23の誕生日の日にセニャンからもう早速このネイルをもらったっていうね。さすがセニャン、すごいな。やっぱ敏感ですね、敏感ですね、いいですね、もう若いって素晴らしい。ちょっと切なくなるからやめてもらってもいい。そう、ね、でもあれですか、うん、この夏のお気に入りネイルのカラーの色とかない？なんかお気に入りのカラー、なんか分からんけど、夏になると無性に黄色とか、あー、かわいいね、そういうなんか海行くわけじゃないけど、うんうん、そういう色にしたくなっちゃう。確かにね、なんか綺麗よね、黄色とかって。冬に黄色っていうよりかはどっちかっていうと、確かにそうなの、なんかビビッドなさ、そう、黄色とかも可愛いもんね。そう、足元とかも分かる、いいよな、ね、ネイル ね、いいよね。あれですか、なんかさ、はい、ネイルとかって女の人はさ、よくしたりするやん。するね、私たちもたまにね、うん、やったりしてますけど、うん、女性はさ、結構そういうのってさ、うん、あ、可愛いって思ったりとかさ、なるなる、あ、それなんか真似しようとかって思ったりするやん、うん、評判はいいやん。そうね、女の子からのね、受けはいい、うん、めっちゃ。でも男の人ってそう、ネイルっていうのは、うん、ありなのかなしなのかと思って、なんかよくなしって聞く。なんかやっぱり普通の何もしてない爪で透明だけ塗ってるとかぐらいがいいっていう人の方がなんかよく聞くんやけど、だからさ、なんか男の人が思うおしゃれと女の人が思うおしゃれが違う、それは確かに違うけど、皆さん的にはどうなんですかね、やっててもいいのかな。あ、いや、へ、どっちでもいいっていう。そうか、でもゴテゴテっていうのはさ、また違うやん。そうね、なんかボコボコついてるとか。私は薄ピンク、私はピンク。ピンクっぽいのがやっぱりね、そう、正直ありって意外と
ちょっとこっちの爪取れてんねんな。どう見えるかな。私はピンクと小指と人差し指は白と黄色とピンクのマーブル。春はこれ普通にちょっとラメが入ったピンク。そう、こんな風にしてたりとかするんですけど、どうです、グワシって言われた。グワシちゃうよ、見せたってんねん、グワシちゃう。そう、2人のはありって。あ、よかった。やっぱりあれかな、シンプルな女の子らしいの。そう、なんかボコボコさ、こうストーンとかがガーってついてるとやっぱり、はい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 、そうね、やっぱセルフが一番なのかな。そうね、はい、やっぱりシンプルにこう、うん、ただこう見て綺麗に見えるぐらいのものをやったらいいかなって思います。そうね、ということで、まあ男性の皆さんもぜひね、ちょっとネイルに興味を持っていただいて。え、違うよ、そういう意味じゃなくて。やってってなって、あ、こういうの可愛いなって思ってくれた方が嬉しい。なるほどね、うん、分かる。そう、分かった、オッケー。いや、で、私もいや、いや、じゃあ、やんちゃんにそういうあれがあったんかと。そういう、そういう趣味ないわ。よかった、安心した。はい、ということで、皆さん女性の方もぜひね、今年の夏ネイルをチェックしてみてください。はい、ということで、じゃあ続いてのニュースに行きます。ほい、よし、行きますよ。はい、これ歪むわ、帽子。そうね、いきます。リアリゾン以来の黒船襲来、うん、ダコタローズはブレイクするか。大きな瞳、透き通るような白い肌、リアルバービー人形とも言われている米国出身の美少女モデル、ダコタローズさん。数々のバラエティ番組に出演し、その外国人まんまのルックスから繰り出される流暢な日本語、ダウンタウンさんに整形じゃないのと突っ込まれて、整形してねえわなどとすぐ切り返すところなど、トークの面白さも手伝って話題となっている。そもそも彼女は日本風のメイクや髪型をした自撮りの写真、動画をブログや YouTube にアップして注目を浴びたことをきっかけで来日。東京ガールズコレクションにモデルとして登場したり、雑誌ポップティーンの専属モデルや松坂翼プロデュースブランドのキャンディードールのイメージモデルをするなど、すでにモデルとしては大活躍している。一昨年にはダコタローズのすべてというメイクやヘアアレンジを中心とした写真集も出版され、女性からの支持はすでに得られているようだ。今後新たな外国人女性タレント枠を獲得し、テレビでの露出が増えていくのでしょうか。なるほど、ということで、かわいいな。すごいよね、うん、もうお人形やん、ほんまに。あのさ、このさ、顔のちっちゃさね、うん、やのにお目のでかさね、すごいよね、うん、あれですか、なんかさ、ハルルン的にはこのさ、うん、おしゃれ番長、三味のおしゃれ番長として、うん、何おしゃれ番長として、うん、あの美に対してなんか意識してるところとかってあったりするんですか。ない。それはどうなんですか。ないんです。いいの、なくて、なくていいの。なくていいの。全く？全く、え、いや、全くじゃない。気にしてることとかないの？あ、でも毎日パックしてる。そう、あ、知ってくれてる人おるんか。うん。そう、365日パックはしてる。そう、気にしてるね。うん。だからお肌が荒れにくいです。いいですね。でもあと焼けないように絶対。意外と意識してるよ、ね。カーディガンじゃなくて、ジージャンとかは分厚いものを着るようにしています。なるほど。すべてはマネージャーに怒られないように。結構去年の夏がっつり焼けたから春。そっか、でも3人メンバー意外と焼けやすいからね。そう。意外とあの型が出てたりとかする衣装がやっぱり夏とかね。そうやね。暑いから衣装が悪いよ。ちょっと今口のやめてもらって。そうか。今ちょっと怖い。でもあれですね。うん、なんかやっぱりそういうとこやっぱ気にしとかなあかんねんね。そうね、でもなんかさ、やっぱ女の子はさ、なんか白い方がいいっていう勝手なイメージがあって、自分の中で、まあね、なんか健康的なのも大好きやけど、うん、なんかお人形好きやから、私お人形っぽい子、自分が、そう、それこそね、ダコタちゃんみたいな、ダコタちゃん勝手に友達みたいな、だからそういう風には意識してるけど、特に別に食べ物とか結構食べるし、いっぱい、それとも、うん、食べるの好きやし、あと笑うこと、お、常に笑ってる、なんか知らんけど、楽しいか楽しくないか分からん時も、それ大丈夫、いろいろ大丈夫大丈夫よ、大丈夫。お家でも笑ってんの、一人で。え、お家では一人で笑う。お家で一人で何してんの。え、ハルルンの、私唯一ハルルンの私生活だけよく分からんねん。めっちゃ地味やで。一人で何してんの。家おる時はひたすら動画見て、芸人さんの動画見て笑ってんねん。今日も車椅子そうやった。
時間がちょっとできてん。で、私の好きな芸人さんの動画見て一人で言うと、やばいね。で、時間やと思って、で、充電もないわと思って、充電もないまま来た。なるほど、だから充電なかったね。そう、なかった。なるほどね。なやっぱみんなやっぱやばいよな。ほんま？でもな、まあまあ、うん、でもまあそれぞれ楽しめたらいいんじゃないですか。うん、そうだと思います。はい、ということで、はい、じゃあ続いてのニュースいきますか。はい、はい、指原莉乃 V スピーチで自虐炸裂、ブスで貧乳で。AKB48 の41枚目のシングルの選抜メンバーを決める、はい、第7回 AKB48 選抜総選挙が開票され、うん、過去最多の19万4049票を獲得した、はい、なまったな。HKT48 の指原莉乃さんが1位に輝きました。はい、指原さんはスピーチでファンとメンバーに感謝の言葉を述べた後、大分で学生をしている時は、うん、自分のことをまあまあ可愛いと勘違いしていましたと AKB 加入前を振り返り、はい、今ではブスで貧乳でいいところは本当に少ないですと自虐的なコメントを発した、はい、しかし締めくくりでは全国の落ちこぼれの皆さん、私の1位をどうか自信に変えてくださいと応援してくれたファンに呼びかけ、大きな拍手が送られました。はい、ということでですね、見てました？はい、うん、私途中から見た。私も途中からやって、なんかあったよね。4位の高橋みなみさんあたりから見た。あ、一緒一緒。そう、もうほんまに上位の。そうですよ。すごいね、すごいわ、ほんまに。19万4049票、うん、すごい圧倒的だね、なんかもうダントツやん。でもさ、うん、もうこの数が分からへんよね、大きすぎて、うん、そう、それ、ちなみにやちゃんはさ、この16位までの中にさ、うんうん、なんかちょっと好きなこと、気になることおる？あー、ちょっと待って、ハローねだいたい聞いてきたからそうやろなって思ったらだいたいそんな感じはしたけど、でもね、私ね、うんうん、そう、詳しくないよ全然、うんうん、全然詳しくないけど、うん、NNB48 の、うん、ミルキー、あ、一緒、イエーイいた地味に強め。でもなんか、うん、そのなんか特別そんな詳しいわけじゃなくて、うんうん、可愛いって思う、すごく。なんか、ね、ミルキーなんかミルキーさんって男女ともに受けが良さそうやし、確かにね、とりあえずあのキャラとかも、そうそう、あのさ、さや姉さん、うんうん、さや姉さんとさ、うん、ミルキーさん、あのミルキーさんがさ、うん、漫才みたいしてるやん、うんうん、あれ知ってる芸人のやつやん、そう、あれとか見てたら、うん、面白くて、そうやんな、なんか可愛いなって思う。あとなんか個人的に渡辺真由さんのスピーチが良かった。なんかなんて言うやろ、吹っ切れた感じ、なんかファーって明るい感じ、一人、ね、なんかすごいなって思った。ね、かっこいいよね、うん、かっこよかった、さっぱりね、そういいですね、はい、ということで、これね、熱いメッセージがさ、はい、毎回こう順位を発表されることに、そうね、みんながこうありがとうっていうメッセージを言うやん、うん、熱いメッセージ、あー熱い、じゃあ、ね、でも21歳になったということで、うん、ね、こう今日は21歳って言いまくるで、分かった、21歳って言いまくっていいよ、ね、21歳になったということで、はるるんもご両親に、うん、ご両親見てるかな、熱い感謝のメッセージを、うん、じゃあここで言ってもらいましょうかね、はい、じゃあどうぞ、はい、じゃあどうぞってな、はい、ママとパパへ手紙私は21年間生きてこれましたよかったね、そんなに良くて生きてこれたね、はい、そうね、上京して約3年ぐらい、うん、元気にやってますあれ今日も楽しいお仕事現場で幸せですよ、これからもよろしくね、バイバイ。こんな感じあの、春ママよかったですね、こういう感じで育ってね、なんか熱いメッセージって言ったつもりやってんけど、うん、なんかゆるゆるふわふわやったな、熱いの基準がちょっと分かるんですよはるるんからするとすごい熱いメッセージだったよね、そう、そうです、なるほどね、はい、ということで元気そうでよかったねってママも思ってるよ、パパもあ、そっか、はい、ということでじゃあ続いてのニュースいきますか、はい、じゃあいきますね、大人女性向けセレブリカちゃん登場着せ替え人形として長年に渡り愛されている人気キャラクターリカちゃんに大人女性向けの新ブランドリカが誕生、ハイセンスなファッションに身を包み、髪型やスタイルなど
細部にまでこだわったリカスタイリッシュドールコレクションズシリーズがこの冬登場することとなった。大人女性も楽しめるポイントは、美しくハイヒールを履き、細身の服までかっこよく着こなす新開発のスタイリッシュボディや、上品なカールを施した豪華な髪型のほか、メイクやファッション、小物、パッケージといったこだわりのディティールが隠されているそうですね。かわいいな。すごいね。すごくない？リカちゃん、なんかちっちゃい時とかよく見たけど、うん、なんか進化してんの。すごい、こんな美人？こんな髪色してた？前髪これやった？やっちゃんみたいで。こんなんやった？全員パッツン、全員パッツンのイメージあってんけど、リカちゃんって。パッツン？パッツン、センター分けのリカちゃんなんていました？え？え、嘘。ハルルンが切ってたんだよ。切ってない。散髪とか言って切ってたんじゃないの？でもなんかこんなに。切ってそうやけどな。でお風呂入れたことあった。じゃあなんか手首ちょっと動きなくて、最悪動きにくくなっちゃうよ。確かにね。でもすごいね、おしゃれ。おしゃれよね、だってすごくない？だってもう今時やん。うん、やばい、流行り取り入れてる、やばいな、ね、でもあれですか、このリカちゃん、セレブリカちゃんがなんかあれですよね、ブランドが出るということで、ハルルン的にはハルルンおしゃれ番長じゃないですか、やっぱり、まあ、自称自称ね、自称でもいいけど、なんかリカちゃんのなんか参考になるのとかない？そのあれ的にある。なんかリカちゃんポイントをじゃあ紹介して。なんかポイントか、ここいいねみたいな。なんか服に合わせた立ち姿ちょっとポージングの話。うん、そう、春個人的にこういう、なんていうんやろ、ちょっと大人っぽいさ、足元ができひんねん。え、なんで？なんかしたいって思う、別に身長もあるししようと思えばできるんやけど、全然できるんじゃない？なんか躊躇しちゃうねん、こういう感じ、大人っぽい感じ、だからちょっとこれ今年の秋冬できればこういう風にやってみたい。ぜひやってくれ。あとリカちゃんはマジで現実におったらほんまにモテモテやと思う。でもあれですよ、あのもうだってリアルにもうだってさ、お人形さんみたいなさ、やっぱいるんよきっと。そっか、生きてほしい、生きてほしい。でも生きてるかのような、あの写真とかさ、どっか出かけてたりとか、喋りたい、喋りたいか、なんかほんまに生きてほしい。でもすごいよね、もったいない。もうお人形やから、お人形やから、もったいないけど、もったいなすぎる。でもね、絶対モテるよね。モテる。これ目指して頑張ろう。そうね、でも女子や、小さい時とかね、みんな遊んでたりしましたけど、そう、ハルルンも遊んだ？遊んでた、めっちゃ好きやった。お家におった、いっぱい、お家におった、いっぱいおった。でもみんな持ってたもんね。みんな持ってた。そう、なんか無駄に自転車とかに乗せたりしてな、砂利道、そう、砂利道、そう通ってたよ、ハル、ハルルン、そう、乗せて、なんかもう自分がママになった気分になって、ちっちゃいカゴ作って、確かにね、そんなやってたりとかしましたけど、楽しかった。いいですね。じゃあ今時のちっちゃい子って遊んでんのかな、リカちゃん。なんかさ、もう携帯とか持ってそうじゃない？そうね、すごいね。すごいな、今の子って。もう21歳、驚くわ。そうね、うん、今時の子すごいね。すごい、もう尊敬しちゃう。なんなん、でもなんか大人になったハルルン、なんか妙になんかさ、落ち着いてるやろ。いや、落ち着いてはないよ。嘘。ほんと。じゃあ続きいきますか。はい、いきます。はい、松井玲奈、 SKE 卒業後も恋は不要、友達が欲しい。8月いっぱいでグループから卒業することを発表した SKE48 の松井玲奈さんが、日本放送 AKB48 のオールナイトニッポンに生出演後、取材に応じてくれました、深夜にもかかわらず駆けつけた大勢の報道陣から、発表直後の心境を聞かれると、なんか他人事みたいとあっけらかんと話しました、はい。番組冒頭で8月いっぱいで SKE48 を卒業することになりましたと生報告した松井さんは、2年ほど前から、え、なんで笑い出したの。ぼんやり考えていたと明かし、はい、決断に至るまでの経緯を告白、次のステップに進まなくちゃいけないのかという気持ちが芽生えてきましたと説明しました、今後は目標としていた役者の道で頑張りたいと話し、いろんな作品に参加させていただいて、後々に私が48グループにいたことを知ってびっくりしてもらえるようになりたいと役者業での飛躍を誓いました。はい、すごい、ということで、びっくりですね、私も聞いて。びっくり、
でもあれですね、次の道へ進むっていうね、うん、いいですね、そうね、うん、ということで、じゃあはるるん、はい、じゃあここで松井玲奈さんに一言もうすごいわ、今日は会ったことないし誰なんてなるし絶対ね、玲奈さんからするとね、うん、じゃあはるるんから熱いメッセージを一言で、はい、まあ、松井玲奈さん絶対あの今もすでに有名ですが、もっともっともっと有名になると思いますので、私も頑張ります頑張ってください。山内でした。はい、ということで以上芸能デスクのエンタメ1週間でしたちょ、これ松井玲奈さん絶対分からへんもんな、うん、アニカン CD シングルランキングいつもね、ハルル後ろでいやー、つながらってるなーって言うのがごまかしてるもんね、ランキングほんまに困る、わからない、はい、ということで、オリコンで集計発表された CD シングルランキングを紹介していきたいと思います。はい、まずは6月15日付の週間ランキングですね、はい、じゃあ10位からいきましょうか。はい、第10位、星野源さんで3、第9位、畑基博さんで水彩の月、第8位、柳なぎで春もどき、そして第7位、カスタマイゼットで鎮魂歌レクイエムこれごめんね笑っちゃうわこれもうそはい第6位、グランドのごめん第6位どうしようみんなどうしよう椅子から落ちてしまった。ちょっと第6位グランラディオでメモリーズ、そして第5位、はい、チューブでサマータイム、第4位エメでブレイブシャイン、そして第3位森久保祥太郎で歌のプリンス様マジラブレボリューションズアイドルソング、第2位 AKB48 で僕たちは戦わない、そして第1位関ジャニエイトで強く強く強くということでですね、大丈夫ですか、面白かった大丈夫ですか、うん、めっちゃ面白かった皆さん大丈夫ですか、あ、大丈夫、皆さんも絶対つられ笑いしてるからね面白い、あんな笑い転げる人おらんからね、ほんまに久しぶりに真剣に笑ったかもしれんわということでですね、関ジャニエイトさんはですね19作連続首位、はい、メンバーの大倉さんが出演しているあの日テレ土曜ドラマ、はい、ボイスデカの主題歌だそうです、はいはいはい、すごいな、19作品連続か、すごいよ、連続やからね、はい、ということで、それではじゃあ今回は本日の発表の6月10日付ですね、はい、デイリーシングルランキングいきたいと思います、はい、はい、じゃあいきます、はい、第10位南條佳乃さんで君を探しに、そして第9位高橋優で明日はきっといい日になる、第8位シムさんでエンジェルズ&デビルズ、そして第7位オールドゴデックスでランタナ、第6位ウィンズさんでインラブウィズザミュージック、そして第5位ラッドウィンプスでピクニック、第4位ゴッドセブンでラブトレイン、そして第3位渡辺真由で出会いの続き、はい、第2位超特急でスターダストラブトレイン、バットマン、バッタマンバッタマン、そして第1位ビーズでレッドということで、はい、バッタマン、バッタマンなんかいろいろ想像してるか、バッタのさ、なんかさ肉まんとかあるやん、え気持ち悪い何バッタの肉まんって赤今日いろんなもん分かる、何なんバッタの肉まんって、バッタマン、いやもうよく分かりませんけども、はい、そんな21歳のハルルはほっといて、じゃあ、はい、以上ですね、以上オリコン CD シングルランキングでした、はい、ということで本日冒頭でもお伝えしたように6月9日にハルルンが21歳の誕生日を迎えました、ということでですね、今日はハルルンにとことんトークを振ったじゃないですか、
ないですか。めっちゃ振られました。ニュース全部振ったじゃないですか。振りました、振られました。だがしかし、だがしかし、わちゃつーはこれだけで終わりません。ということで、これからね、あの見てくれているユーザーさんと一緒にハヌルンの21アニバーサリーを開催したいと思います。かっこいい、かっこいい、はい、ちょっと待ってね。ちょっと待つ、ちょっと待ってね、うん、21アニバーサリーですよ。21って今春菜21って21って言うんだよな。え、うん、初めて知った。ほんまに弱くない。うん、21ってかっこいいやな。かっこいい。じゃあこれから、うん、じゃあ年齢聞かれたら21ってこと、うん、21です。で21回ももうお誕生日来てる。でも21年も生きたってことやんな。そうだよ。なんで、なんかすごいね。21年なんか、すごくない。お前21年も生きたん。そう、ママに感謝して。パパも、まあ、パパありがとうございました。本当に出ました、誕生日。ママから電話かかってきた。ほんま、よかったね。はい、ということで、それでは今回ハルルンから私たち、はい、わちゃつスタッフ含め誕生日プレゼントをご用意してます。よしよしよし、はい、やった。嘘。ということで、スタッフさんお願いします。じゃーん。シャンメリー？シャンメリーって何？あ、明日？え、何これ？見て見て。炭酸飲料。開けて？開けて、開け。うん、これこうやって開けていいやな。うん、開けます。お、すごい。すごい。何？あ、これもう怖っ。これ怖っ。ハルルン大丈夫かな？これ手で開けられるんだよ。開けていいんですか？え、怖っ。え、なんか。一回立て。え、そんなの？え、どうやって回すだけですか。カチッってなると思う。え、ちょっと待って、ここ持っていいんですか。怖くない。ちょっと待って、力出へん。開け方合ってる、開け方合ってる。ちょっと待って、ちょっと待って、開け方合ってる。ちょっと待って、ちょっと一回待って。ちょっと待って、これ開け方合ってんの。こう上だけちゃうのこれ。ん、え。開けてじゃないよ。よし、行って。まあ、ここ持って。で、回す。ということで、スタッフさん、ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ、お、え、いきます。お願いします。うわー、すごい、花火が。おめでとう、ハルルン。なんか大人やね。怖い、怖いちゃう。怖いちゃう。怖い、ちょっと待って、怖い、いや怖い、ハルルン怖い、それやめて、怖い。おい、ちょっとこっち向けんね。ちょっとこっち向けんね。はい。ちょっと怖い。大丈夫よ。これ消すんですか、自分で。え、見た、いきますよ。じゃんじゃじゃん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 、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアハルルン。Hey!
おばあちゃん、おばあちゃん、息吸い方知ってるかな、知ってハムじゃない、おばあちゃん、やっぱ21歳年いったな、大丈夫か、頑張ってふんじゃないよ、おめでとうございます、よかったね、火災報知器なんかないんだ、汗かいた、いや私の方がなんかなかなか気分が、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、あーなんか疲れたということで、私まだまだあります、えということであれですね、おしゃれ番長ハルルにはさらにあの美を追求していただくために、お手軽にできる小顔トレーニングを体験してもらいたいと思います、本日は、はい、本日は東急スポーツオアシスさんからね、お越しいただきました、ちょっと待って一人、はい、ということでということで、あの小顔になるんです、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということでですね、小顔ワークアウトというもので、はい、ね、じゃあはるるん、はい、やっぱ小顔美を追求してもらおうと思います、はい、解説してもらおうかな大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、優しいお姉様なので、ね、はい、大丈夫です、はい、じゃあどういうものなんでしょうか、はい、では早速やっていきますね、はい、まず最初にデコルテのマッサージからスタートいたします、はいはい、右手で胸の前のところもう顔でクリクリクリと、はい、マッサージで結構強めに、強めに、はい、やってください、でそのままだんだん少しずつ脇の方にずれていって、うん、スタッフさんも一緒にしないそうですそうです、でこの辺も次のこうグリグリ、まあなるほど、グリ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 、はい、痛いね、結構痛いですよね、痛いですね、そうで痛いとリンパがこう詰まってるっていうことになるので、そう痛気持ちいいあたりを狙ってやってください、痛いな、はい、そしたら今度はこの脇、はい、脇の真ん中に指のこう4本をこうブスッと差し込んで、はいはい、で手を下ろしていいので、そのままこうクリックリッと、はい、わ痛い痛い、結構痛いですよ、これ皆さんもやってみてください、これ見ながら、結構痛いわ、痛いですね、あそうです、痛いね、で今度は親指を中に刺して、はい、でこの後ろ側、この後ろ側のところをこうグググググと、はい、あ気持ちいい皆さんもやってます？こう剥がすみたいなイメージでグリ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 って、あ痛いな結構、そうそう痛い、意外と痛いね、皆さんやってみてください、そうです痛いです、でそれが終わったら今度はピースを作っていただいて、はい、でこの鎖骨のところに、はいはい、当てます、はい、でそこをこう擦るんじゃなくて置いたところをグリ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 っていう感じで、グリ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 、そうです、結構詰まってると痛いのでちょっとやってもいいですか？はい、いいってなってるあ、痛い痛い痛いあ、普通に痛いそう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 、あちょっと猫背タイプですね、あ、そうなんです、バレました、猫背タイプバレましたね、バレましたね、結構強めに、なるほど、グリ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 、おー痛い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 、やるようにします、なるほど、そうです、自分でもね、あそこにいたまま、もう温かくなってきますよね、はい、そうです、でこれマッサージをしたら、うん、はい、今度は反対側行ってみましょう、はい、はい、じゃあ今度は胸の真ん中から、皆さんやってますか、そうそう、少しずつ少しずつ横に横にずらしていく感じで、はい、あ凝ってる、詰まってますね、あ結構だからか、そうですね、でそれが終わったら脇のところに刺して、はい、でこうグリグリグリとグリグリやってください、皆さんグリグリグリ、痛い、大丈夫ですか、大丈夫です、こっちもなんかマシ、あそう、左右差があるんですね、左右差はやっぱ姿勢の悪さが結構問題だったりするので、姿勢から直さんとな、そうですね、いい姿勢を保ってください、じゃあ今度は親指のところ、親指を刺して後ろ側、あえ後ろ側をこう、これ自分でやっても痛いですね、ね結構、でもセルフマッサージで十分あの効果が出ますので、ぜひぜひやってください、やろう、ほんまに、はい、覚えとこな、うん、覚えとこ、私も参加させてもらってるけど、で、ここまでやったらこう2本のピースで、で、鎖骨のところをグリグリグリと、結構、結構強めに、あ、痛い痛い痛い、いい感じに痛くなってきてますか、はいいいですね、痛いね
うん、結構強めにやってください。あ、痛い痛い、痛そう。あ、でも気持ちよさそう。気持ちよくはない。あ、汗がね。ハルくん、皆さん、ね、皆さん分からないから、ハルくん結構汗かいてます。でも本当にこうリンパを流していくと代謝も上がってくるので、はい、本当に確かにこう汗がね、汗が飲んできます。でそしたら今度はヘッドマッサージを行いますね、はいはい、まずその頭の近くのあるこの首のあたりをマッサージするんですが、はい、うん、首をじゃあ右側に傾けていただいて、そうするとこの耳の下から首にかけてこう筋が出てくるんですね。女性の美しい、あ、すごい綺麗、すごい超綺麗じゃない、すごい綺麗、いいな。大人の美ライン、女性ライン、見てみんな、この美ライン、どう、私の美ライン、ね、いい感じ、この美ラインの一番上のところ、この耳の付け根のところをこう指でこう挟むようなイメージ、美ラインがちょっとない、美ラインがちょっと薄め、そうですね、目を頭を傾けて、このところ結構グワシッと、こんな感じで、変な声出てもだよ、はい、グリ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 、あうあう、自分でもこうグリ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 、いやすごい、これなんかすごい、こんなとこ初めて私触りました。結構痛い、意外に痛いですよね。じゃあ反対側も行ってみましょうか。このビラインが反対側のビラインと、あ、いいですね。いい感じ、首のビラインと、多分もっと出てくると思います、これマッサージし続けると。頑張ろう。グググッとつまみながら、つまみ終わったらこうグリグリグリコリコリコリ、うん、痛いですよね。でもこれをやることによってこのフェイスラインがこうシュッと上がってくるという風に、なるほど、はい、むくみが改善されます。なるほど。次にヘッドマッサージです。もう頭の横のところをこうふーっとグリ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 マッサージをしたり、あとは手で頭をこうカポッと掴んでいただいて、これをこうもみもみするっていうよりはこうシャッシャッって音が出るような形でシャッシャッ、あ、ナイスシャッ、そうです、ナイスシャッ出た、ナイスシャッ、ヘアがこう乱れるぐらいシャッシャッシャッ、大丈夫ですか、乱れちゃっても、いきますよ。私上手だなこれ。あとボサボサなんだこれ。頭をこうマッサージしてあげることでこう毛穴がこう開いていい感じな。これどんな絵なんだよ。すごいボサボサになってきますね。ちょっと落ち武者っぽくなって、これやばい。頭皮にいいので、はい、シュッシュッシュッと、はいはい、やっていただいて、最後に耳のところをこう上にグーッと引っ張って、はい、で今度は横に引っ張ったら上下に、はい、最後に耳たぶの下のところをこうグーッと引っ張って、はい、これで下地がバッチリ OK です。ねえ、はい、いい感じ。あ、もうナイス、あ、いますねそういう動物。そうなんですよね。似てるもんって言ったら全部動物なんですよね。それかわいい、かわいい、そうです。ではいよいよ顔のマッサージに行っていきましょう、はい、じゃあ人差し指を出していただいて、こうこうクッと曲げます。でこの平らなところ、この平らなところを小鼻の横に当てて、はい、こうグッグッと押していく。あ、ここじゃなかった。鼻に入らないように気をつけてください。こっちね。グッグッと押していきます。でこう頬骨を伝いながらグーッと押していって、なるべくこう皮膚がこうグッと動かないように、こう骨に向かってこうグーッと押し込んでいくイメージ。これどういう絵なの。3人並んで、そうですね、頬骨触って。はい、じゃあ今度反対側、ここが痛いっていう方はやっぱりちょっとお顔にこうむくみがあったりとか悪いものがこう溜まっている証拠で、朝メイク前とかにやるだけでこうちょっと顔がこうシュッとしてきたりとか、お化粧のノリが良くなったりするので、痛いな、うん、ですね、はい、でそれが終わったらいよいよ顔の体操に行ってみたいと思います。はい、はい、そうです、はい、バルーンっていう体操なんですが、バルーン、はい、まず右側のほっぺただけに空気を入れます。そうです、元です、元両方に入れちゃう。パフッと空気が、そうです、右側のほっぺただけで
って言って、あ、いい感じですね。やっぱどっかで見たことある。そうで、空気を入れて、はい、でこれを5秒間かけてその空気を入れていきます。じゃ一度戻してもらっていきますよ、はい、普通の状態からいい姿勢をイメージしていただいて、右側のほっぺただけ空気を入れます。せーの、1、2、3、じわ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 入れていって、その場で5秒間キープ。1、2、ほっぺた押し続けて4、5で、ゆっくり元に戻します。ペッて戻らないように1、2、3、あ、ペッてしちゃいましたね。そう、ペッてならないように気をつけてください。もう一度いきます。せーの、1、2、3、4、5、いいですね。ゆっくりじわじわ1、2、3、4、5。今から戻し始めます。1、2、3、4、5。そうね、でやると、この鏡を見ていただくと、今やった側の方が口角がこうグッと上がりやすいんですね。上がってる。喜びの声が上がってます。上がりました。あ、ちょっと部屋が髪の毛が、どうでしょうか。カメラさんにも見せていただいて、上がってますか。確かに、でもなんかふって感じ。うん、確かに、ね、勝手に上がる。ふっと口角が上がってる。喋りやすくなりますよね。そうです、そうです、すごい。で、こうたったこれだけでもすごい効果があります。で、今度はベロを使ってほっぺた刺激していきますね。ベロをこう右側のほっぺたにこう差し込む、ギバちゃんです、イメージは。ギバちゃん、はい。いいですね。そう、眉間にしわ寄らないように気をつけてください。そうです、ギバちゃん、ほっぺに刺したら、今度はベロを後ろ回りにこんな感じです。ぐる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 回すようなイメージで、そうです、ぐる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 、そうです。でこれを5秒間かけていきます。あ、じゃあみんなで刺身に座りますか、はい、刺身座り。みんな刺身座りして5秒間、ベロをまずセットして、5秒間後ろ回して、せーの、できました。はい、いきますよ、もう一度、せーの、1、2、3、4、5。もっと後ろの方もいい感じで、ナイスギバちゃん。頑張ってください。いきますよ、せーの、1、2、3、4、5。はい、 OK です。でするとまたさらにこう口が動きやすくなったりとか、ベロちぎれそう。ベロはね、そう、確かにちぎれそうになりますね。いい感じで、これを左右やります。今右側だけしか上がってない状態なので、はい、反対側もやってみましょうか。ではほっぺたに空気を入れていきますよ。せーの、1、2、3、4、5。その場でキープです。1、2、3、5。ブーってならないように気をつけてくださいね。はい、で空気を元に戻す。1、2、3、4、5。 OK っていうような感じですね。そうです、うまいな、これ。うん、いい感じで。やっぱりできるで。そうそう、でじゃあ今度はベロを使ったバージョンでいきましょう。ベロをほっぺたにブスッと差し込んで、うん、ここから後ろ回して、せーの、1、2、3、4、あれ5。なんできんねん。ベロ短いじゃん。あ、ね、ベロが短いかもしれないですね。こうブスッと刺して、刺して、うん、そう、ギバちゃん、ギバちゃん刺してるのか、ほっぺたがぷっくりしてるからかな。目立たへんの。 で、こうぐるっと、だいぶちぎれそう。でも痛みがあるときは眠りしない方がいいですからね。そうそう。じゃあ今度は鼻の下に空気を入れていきます。はい、鼻の下、ここに空気入れられますか。こんな感じで、これ大丈夫ですか。大丈夫ですか。そうです、あ、いい感じ。そうです、そうです。プフーってならないように気をつけて、じゃあ5秒間キープ。やっぱ見たことあります、こういうの。いいですね、上手、すごいいい感じで、はい、顔の筋肉柔らかいね。あ、素晴らしい、はい、いいですね。顔の筋肉が柔らかいとこうシワができづらいと言われてるので、そうです、大人女子を目指して。でここの筋肉を鍛えると美しいリップラインができるって言われてるんですね。なのでしっかりと、そう、いい感じ。お、これうまいですね、さすが。じゃあ下側には入れられますか。下側、そうです、
そう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 、いい感じ。一点を見つめてますね、お二人とも。集中してもそうです、ね、本に入れって思うんですね。はい、顔に集中するとね、こうつい目がこうグッといってしまうんですが、そう、ここにも入れるようにすると、この梅干し顎っていうのがボコボコするのがこうなくなるトレーニングなんですよ。そうです。で、こうシュッとした顎にこうなりやすくなりますので、ぜひぜひ入れるようにしてください。はい、OK です。では、次にこうアインっていう感じの顔を、アイン、あ、いい感じです。アイン、何でもできる、はい。これを上を向いてアインをします。上を向いて、こんな感じです。顎を上に上げて、下唇を上に向かってこう吹き出す。吹き出す。吹き出す。こんな感じ。いい感じ。そう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 。5秒間キープして、ぐーっと引っ張って引っ張って、上げ続けて上げ続けて。そう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 。あ、アイン、しっかり手もアインになってますね。いい感じ。はい。っていうようにすると、こう二重顎の防止になるんですね。なるほど。こうすっきりとした首筋ラインが得られる。結構疲れますね。結構疲れますね。そうです。 すごい。でもめっちゃ効果ありそう、はい、ね。で、今度は最後です。この目のトレーニングです。やっぱ ね、こう目はいつもこうパチッと大きくクリクリっとしたまま伝えていきたいので、目のトレーニングです。じゃあ眉毛を両方こうグッと上げます。そう、目を見開く感じで、そのまんま片方の目だけウインク、うんうんと時に眉毛が下がらないように、眉毛を上に上げて、で、こんな感じ。そうで、口が曲がらないように口はなるべくそのまんま、そのまんまな形で、そうです。上に眉毛引き上げて、引き上げて、引き上げて、そう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 、目だけ、うん、いい感じ、いい感じ。眉毛が下がらないように気をつけて、白目になっちゃう。やりづらい、目の筋、難しいこれですね。そうです。じゃあ反対側もやってみましょうか。目をこうグッと見開いて、片目だけを閉じる。ためだけ。ぐー、あ、こっちの目いい感じ。もうね、こうやっぱお客様にこう美しくこうウィンクを可愛くペッペできるように、そう、だんだんこう顎が出てきてる感じがします。大丈夫ですか？そうそうそう。で、もっと右目をもっと上げて、開けてあげて。難しいな。ぐーぐーって。そう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 、いい感じ。で、最後に目を大きく開けて、まばたきってこう上まぶただけでこう締めてるイメージですが、実は下まぶたでもまばたきできなきゃいけないんですね、うん、なので下まぶたでまばたきするイメージで、下まぶたを上にこうペッてペッペッペッ言葉は関係ないかもしれないですね。ペッペッ、下まぶたをペッ、両方がくっつかないように。そうです、こんな感じです。ここの部分だけを、ここだけを、なんかそうやったことある。あ、締めんでいいんですね。あ、締めないで大丈夫です。こんな感じです。そう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 。あれね、あ、ちょっと眠そうな顔になっちゃう。アヘ顔になってるね。アヘ顔に。そうすると、この目の下のここのところってフェロモンタンクといってまして、女性的な大人の女性のこう魅力がここにこう詰まっていて、フェロモンタンクという言われてるんですね。そこを鍛えるようにすると、より小顔になって美しい女性の感じになります。なるほど、はい、すごい、これ覚えといてよ。覚えとくな、私もやる。そうですね、これいいですね。ぜひぜひ、いつまでも可愛い顔のままで試してもらって。はる、どうですか？小顔になりました？なった。ほんま？うん、ちょっと目元なってるやろ。ちょっとむっちゃ汗かいた、うん、ね、あ、熱くなりましたね。すごい。でもなんかこうやって生きてくださって感謝です。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね、はるる。はい、ということでですね、はい、この小顔トレーニング、小顔、はい、ワークアウクト、アウト、小顔ワークアウトはですね、はい、これどこ行ったらできるんですか？これはですね、東急スポーツオアシスというところで体験することができます。はい、こんな感じです。東急スポーツオアシスさん、ただいまのお店でやってます。ただいま、大体の。ここをここ作ればいいの？そうです。大体の、大体のお店でやってますね。大体のお店でやってます。ウェブジム。ウェブジム。はい、こうインターネット上で、はい、あの簡単なこうスポーツトレーニング方法みたいなのを教えてるので、ね、ウェブジムっていうふうにこう検索していただくと、こういったトレーニングが出てきます。うん、なるほど。はい、ということで、じゃあ皆さんもぜひね、チェックしてみてください。上に出てますね。フェイスマークアウト。出てるかな。ウェブジムがサイトのリンクが出てます。
ということで皆さんここポチッとするとピョーンっていけますので、はい、皆さんもぜひ小顔をワークアウトしてみてくださいということでありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。私今多分すごい笑ってる気がする。春もどう、なんか勝手に口角が上がった感じする。あーすごくない？すごかった。どうですか、シュッとした？もう汗かいてるな、うん、シュッとしたんやけどどう映ってたかな春の顔大丈夫やったかな？大丈夫でしたか皆さん。アイドル続いてました。あ、また私アイドルですか大丈夫かな。でもよかった、ひどかった。ひどいよそれ、ひどい。推し編やめて怖いね、それが何より怖いね、うん、はい、ということでよかったね。よかった、本当に。だってケーキももらって、シャメリももらって、はい、でね、小顔になって、うん、いいですね、はい、いい誕生日でして、いい誕生日でした、本当に。本当、はい、よかったですよ、本当に。いいスタート切れました。よかった。じゃああれですね、なんか21歳抱負とかでも言ってきます？21歳の抱負ですか、うん、そうですね、21歳は、はい、なんでよ21歳は、うん、え、これどっち、ちゃんとしたやつ、セットもこっち寄ってる、いいよそうそうそう、じゃあどっちも寄りで行ってもらっていいかな。あ、どっちもで行くな、じゃあ、はい、はい、21歳はもうちょっとおしとやかにこのふわふわ感も大切にしつつ、もうちょっと大人の階段をドドンってペースよく登れるような一年にしたいと思っております。はい、これからもこんなんですがよろしくお願いします。頑張ってね、ドドンといけるようにね、頑張る。まあちょっとずつどんどんいってね、はい、ちゃんと前に進んでいきましょうね。はい、ということでじゃあ最後はサミューからのお知らせに行きたいと思います。はい、じゃあ、あ、これですね、今聞いていただいている始まりのメロディー、始まりのメロディー、はい、ね、皆さんチェックしてみてください。お願いします。そしてじゃん、こちらこれ持って、はい、オッケー、はい、サンミューライブ2015純白ツアー夏ということで、私たち夏に全国ツアーを行います。はい、8月15日がね、スタートですね。とりあえず今のとこスタートなんですけど、はい、大阪イエスシアター、はい、で、JK2WA さんと一緒にねさせていただきます。そして8月22日は福岡ビートステーションで一緒にアイズナイさんに出演していただきます、はい、そしてですね、まだまだ23日東京では山のホールで行います、はい、こちらはサンミューのワンマンですね、はい、そしてあのチケット先行予約とかもいろいろありますので、詳しくはホームページをチェックしてみてください、はい、ということで、あとはじゃん、はい、ニコニコ公開生放送もっとサンミューでいいじゃんがポニーキャニオン1階で行われています、はい、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。お願いします。そしてじゃん、サンミューファースト DVD ピュアホワイトライブ&ミュージッククリップが7月22日にリリースされます。ピュアホワイト、はい、ということでこちらもね盛りだくさんの内容となっております。はい、チェックしてください。そして、まだまだすいませんね。そしてこちら、サンミュー火曜定期公演ライブでサンデューが、あとは6月16日と6月30日、この後2回で終わってしまいます、はい、そうなんです。そしてそれでね、目指せソールドアウトということで、もう絶対にソールドアウトしたいということで、はい、あのフリーライブを開催して、たくさんの方にサンミューを知っていただき、ライブに遊びに来てもらおうという企画をやってます、はい、こちらです。ちょっともう剥がそう。 OK、 雑外し方雑、はい、こちらメンバー発案企画定期公演ソールドアウト目指してみんなでリツイートーということで、6月24日代々木公園でフリーライブをする予定です。はい、これを達成すればね、これをね3000リツイートを達成するっていう目標なので、はい、これをしなければフリーライブを行いません。はい、ということで皆さん初めてサンミューを見たよって方もぜひ皆さんリツイートしてみてください。お願いします。私たち個人ツイッターもやってますので、そちらでも、はい、ね、載ってると思うのでチェックしてみてください。はい、そして最後に広告主ランキングに行きたいと思います。ふいふいふい、5位コンコルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第4位ゆたかさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位ニコニコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一丁第2位
ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、次回の放送は、わちゃつね、はい、放送は6月18日の放送となるんですが、はい、現在上にチャンネルページへのリンクが出てると思うんですけど、こちらからタイムシフト予約やお気に入り登録いろいろできますので、ぜひチェックしてみてください、はい、お気に入り登録もぜひしていただけると、はい、なんとオリコンの芸能ニュースの更新のね情報とかも見れますので、はい、ぜひチェックしてください。お願いします。ということで今日はいい誕生日でしたね。めっちゃ最高でした。ね、よかったね。たくさんの方にやっていただき感謝です。はい、ということでまた来週19時からワチャツーで会いましょう。ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。せーの。